どうも、トラさんです。今回はですね、僕も大好き楽しい列車シリーズの東武鉄道7万系を紹介していきたいと思います。ちょっとかしこまった感じでやってみます。いや、かしこまんないけど、まあこの車両は東武線から日比谷線に直通をする車両の、まあ、新車ですね。日比谷線ってさ、東京で3番目の地下鉄なんだけど、まあ、トンネルが小さいんですね。銀座線と丸の内線なんかパンタグラフがつけられないぐらいトンネルが小さくて、で、まあ、その後作られた日比谷線も、まあまあトンネルが小さいというか、まあ、カーブが急なんだよね。今まで18メートルの車を8両つないでやってたんですけど、なんか、まあ、カーブとか曲がんなくて、どっか擦ったりするっていう話だったんですけど、まあ、最近ちゃんと測り直したら、20メートルの、まあ、普通に走ってる電車とかは20メートルなんですけど、20メートルの車両でも入れるじゃんっていう話になりまして、で、じゃあ18メートルのやつ全部置き換えようかってことで、18メーター8両から、20メートル7両の編成にどんどん置き換えていってるっていう状況なんですね。で、まあ、で、東京メトロ側が日比谷線用として作った車両、この灰色ですね。もあるんですけども、まあ、東武線側から乗り入れるための、車両は、この7万系っていう形ですね。まあでも東武の通勤者が発売されるってめっちゃ久しぶりじゃない？多分最後東武スペシャルセットとかそういうレベルだよね。はい。で、まあ、この日比谷線の方と、あとこの東武線の方と、まあ、車両自体はほぼほぼ一緒。で、まあ、若干デザイン分けてますよみたいな感じです。だからどんどん日比谷線の車両も新しくなってって、まあ、古い車両が廃車になったり転属になったりしていくわけですけど、いや、プラレール的な部分喋んないとダメだよね。金型はこの灰色の1万3000系東京メトロの車と、あと東武7万系の車とほぼ同じ金型ですね。顔の部分のパーツだけ付け替えて色塗り替えてる形です。でもちゃんと顔作り替えてる、偉い。ちょっと昔だとなんか一緒だったりするからね。はい。というわけで、まあ、もう一度並べてみますけど、まあ、日比谷線は普通に売ってる方なんで、まあ、よかったら東武線の方を買ってみてください。はい。プラレール何も紹介してない、プラレールの紹介動画以上、トラさんでした。バイバーイ。